私はさ、そういうことだと思ってんだよね。はい、ああ、深いっすね。グッときちゃう。隣人の壁耳。はい、ということでね。あれ何あれ魔法の言葉です。魔法の言葉。あ、深いっすねがね。そう。人の話聞いて、うわ、全然わかんねえな、こいつ何言ってんだろうと思った時に、うん、しゃん、深いっすね。うわ、ずるい。ずるいそれ。なるほど。グッとくるやつじゃねえな、別に。うん、でも、便利な言葉。もう一個。ある？深いっすね、ともう一個。あんの？あー、それ難しいですねとかも結構汎用性高い。さっき本当にリアルに使うよな。これでも使ってる気するよ。アベノマスクの話とかした時に言ってたもん。それは難しい。難しいですねとか。使いやすいね。ぜひ。俺だって人と先輩と話す時大体3つだもん。あー、うわ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 。はい。よく見るよく見る。この3つで大体、あの、文学座のひろしさんの前とかはこれで決めた。名前出さないで。名前出さないで。そんな201号室、あっぱれ一の城です。202号室の星出咲菜です。203号室、須田絵馬です。204号室の磯村あこです。隣人の壁耳。この番組は、隣人の隣人による隣人と皆様のためのウェブラジオです。言えた、しっかり言えた。久しぶりにちゃんと言えたば。あ、素晴らしい。いい出だしですね。いや、ありがとうございますね、いつもね。うん、さあさあ、今日はですね。何でしょうか。夏ですから。はい、暑いね。暑いね。どうでしょう。暑い、 暑いね、毎日ね。今日も、今これ放送してる日？今日何日だっけ？放送し、これ、今日、これ、これ流してる日はいつですか？あ、流してる日か。流してる日。流してる日は。31。あ、31？31 31でしょ。31はなんか、今日は 50度あったでしょ。死ぬ死ぬ。31日は50度。卵ゆだっちゃう。本当ですね。半熟できる。そんな皆様の気持ちを少しでも冷やすために、今日は、一ノ城あっぱれの怖くもないし面白くもない話。むしろ怖い。ということでですね。てか、それ、誰得ですか？いや、そうそう、あ、前回ね、面白くない話ってやったと思うんですけど、うん、まあ、大好評ですわ。もう、携帯が鳴りやまなかったです。そうかな。僕の N501 が鳴りやまなかった。そうか、N の話はもうわかんないから。N501 の携帯がね、鳴りやまなかったんですよ。グッてアンテナ伸ばしてね。懐かしい。僕、長いのつけてたんで、結構長かったです。長い。電波を拾う、遠くまでね。そうそうそう。こうやって。髪にこすったらいいみたいな。知らない。油つけたら。電波よくなった。油つけたら。いいんだよ、今日は早めに終わらすって決めたんだから。ごめんなさい。巻きで巻きで。おめえだよ。俺だけどね。そんなわけで、はい、面白くない話だけじゃなくて、怖くもないし面白くない話をしたら逆に面白いんじゃないかっていう、もうよくわかんない感じですよ。よくわかんない。よくわかんないですよね。そんなわけで、はい、どうします？さっき、はい、ありますか？なんかさっきから行きます？はい、わかりました。パルさんから行きます？あ、いいです。怖い、今の何？今の何？どうした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 、なんか怖い、首がなんか、こういう首が落ちる感じ。これがグンって引っ張っちゃった。きっと来る。これはじゃあ私からいきますね。はい。いきます。うん。これは師走の確かすごく寒い日にあったことなんですけれども、うん、あの日は私の愛チャリ枝豆1号と一緒にあの夜道を走ってたんですよ。そしたら、はい、曲がり角があって、あ、ここ、いつも通り走ろうって思ってたら、向こうからなんか、シャー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 ってすごい、シャー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 って、音が聞こえてくるんですよ。怖っ。何何って思いながら、まあ普通に私は普通のスピードで越えてたんですけど、そしたら向こうから、うん、曲がり角から、大きいマウンテンバイクの男の人がバーンって来て、で、私はバギーンってぶつかって、
ズーンってこけたんですよ。うん。で、まあ私は無事、怪我はせず、何事もなかったんですけれども、は、うん、ってみたら、枝豆1号の、留め具のところが、バインって飛んでて、ほんで、カゴが、ぐちゃぐちゃぐちゃって、なってたんですよ。顔がもう、なってたんですよ。どうだって、枝豆だなんだって言って怖くないじゃん。スタートから。なんだもう最後ちょっと顔で持ってこうとしてっかんな。しかも、普通に事故った話だよね。ね、それ聞いたことある。ちょっと怖いっつうの。あ、マウンテンバイク弁償させられたやつじゃなかったっけ。あ、怖い。怖い話だよ。怖い話だな。怖かった。私は無事だったんですけど。皆さんね、自転車の保険って今ありますから、ちゃんと入ってくださいね。入ってくださいね。入ってください。もうぜひぜひ。ぜひぜひ。続いてはお天気です。森田さん、そらジロー。あれ出てこないよ、出てこない。森田さんもそらジローも出てこないよ。出てこないか。残念だからね。いやー、ちょっとさっきそんなんじゃちょっとダメ。やっぱちょっとお手本見ない、見せてもらわないと。怖そうで、もっと面白くない話じゃないと。ごめんなさい。もっと面白くない話。勉強します。はいはい。じゃあ行きますね。はい、お願いします。僕ね、母親がね、霊感あるんですよ。で、僕も霊感あったんです。あったんだ。うん。で、ある一定の年齢まで結構見えたりしたんですよね。で、もう結構、結構前だな、結構前の、その、この今ぐらいの時期です。めちゃめちゃ暑い時期に、今その、僕結婚してますよね。で、その、今の奥さんが、一人暮らししてたんですよ。僕実家だったんですけど。だから僕がよくその奥さんの家に通ってたんですね。で、まあある時、この夏の暑い日に、バイト終わってから嫁さん家行って、そしたら、僕汗でびしょびしょになっちゃって。で、着替え持ってくるの忘れてて、その日のうちに洗濯したかったんですよ。はいはい。で、洗濯機外にあって、外洗濯し終わって、洗濯物干してたら、真夜中っすよ。1時、2時ぐらいなんですけど、おっさんがね、2階だったんですけど、おっさんがね、下から眺めてるんですよ、こうやって。うん、嫁さんの家を、うん。で、なんか気持ち悪いなと思ったけど、まあまあこんなことあるかと思って。まあ部屋入って。うん、で、次の日また普通に過ごしてて、で、夜になって、なんかベランダ開けて外出たんですよ。そしたら、おっさんがいて、おっさんがこっち見てるんですよ。うん、で、まあ、変に、それを奥さんに言っても、怖がっちゃうから、うん、まあ、言わないで、ちょっと様子見とこうと思ったんですね。で、次の日、また俺家で、その、嫁さんの家で過ごしてたら、で、奥さんが仕事から帰ってきた。そしたら、ちょっと、なんか、知らない人が、おじさんが、その、私のことすっごいじろじろ見てたんだけど、うん。うん。で、あ、そうなってくるとちょっと話変わってくるなと思って、うん、これは行かなきゃダメだなと思って、うん、すぐ外出てって、おっさんがいたんで、すいません、なんですか？なんかあるんですか？って言ったら、うんうん、私、結構建築に詳しいんですけど、お兄さんとお姉さん住んでる部屋、西日がきついだろうなって思って、心配してました。嘘でしょ。なんない。霊感どこも関係ない。何それ、どういうこと、それガチの話でしょ、ガチでその。これね、ガチの話です。でも、だから、ちょっと怖いっすよね。怖いね。ちょっと怖いですよ。ちょっと言い訳っぽいね。ねえ、それ私もそのまま。でもね、あんまそれを感じなかったんですよ。なんか、ね、しどろもどろになってる感じ。まあでも、建物好きとかいるからね、団地好きとかね。ね、で、しかも、本当に暑かったんですよ。へぇー。そう。だからもうこれはね。そう。そうなのね。結局だからね、うん、怖いのはお化けじゃなくて人間。いや、確かに、それはあるよ。私の、あるでしょ？ちょっと聞いてくださいよ。うん、ちょっと私のこれ、後日談あって、
うん、その枝豆1号がボロボロになったじゃないですか、うんうん、で私もう自転車もこれ乗らないやと思ってもうあの、うん、いつか修理に出そうと思って、うん、そんな放置してたんですよ、うんうん、そしたら自転車置き場からいつの日かなくなってて、うん、そうで、うん、あれと思ってないと思ったんですけどでもまあ乗れないしどうせ、うん、まあいっかと思って放置してて、うん、そしたら何ヶ月か後になんか普通に道今歩いててなんかパッてなんか感じたんですよ、うん、でパッて見たらすっごい、うん、あのボコボコになってたあのカゴの中に植木鉢が2個入っててすっごい綺麗な花がブワーってあってなんか私の枝豆1号が知らん人の庭にガーデニング用品として盗まれてたんですよ。だからさ、枝豆1号って名前ってことは緑だったわけでしょ多分。オレンジ緑だよ、ね、オレンジ。なんでだよなんでだよ怖い怖いそれが一番怖いよ。なんでオレンジのように枝豆1号ってつけたのどういう発想から枝豆なんか緑でそのオブジェになるからいいのかなっていう話で収まるかなと思ったら、オレンジでした。なるほど。ずこー。ずこーじゃん。ずこー。私そう、私一個思い出したこの面白いのは、それ最後にして終わるじゃん。時間。あ、お願いします。これ、それ最後にしましょう。はい、じゃあ、私ね、あの、高校の時ね、学校でね、うん、まあ、授業始まるじゃないで、うん、まあ、そう、挨拶して座ったら、うん、後ろの席からトントンってされたのよ。うんうん、後ろの席からね。でも、うん、後ろの人がその日休みだったわけよ。え？え？と思って。これちょっとガチの話じゃないですか。どうしようどうしようと思って怖そうだよ。後ろ向けなかったんだけど、またね、うん、トントンってされるわけよ。うん、やだやだ怖い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 と思って、うん、でももう何回もされるから、いやどうしようと思って、わーって後ろ見たら、うん、7年後ろの友達がトントンってしてニヤニヤってしてた。何それ？バカだね。何それ？なんだそのバカな話。何それ？ちょっと斜め後ろの子もやばいね。あこさんが斜め後ろ振り向いた時にあのイヤホンのこのマイクに近づいて、うん、本当にちょっと怖かった。ちょっと怖かった。声が大きくなって。上手使い方。私が振り向いたらっつって。使い方上手だった。やめて。くだらないのと。いやーくだらないな。オレンジのチャリに枝豆一号の名前つけるのやめて。皆さんも気をつけてください。はい。ネーミング。